マックスハンバーガーは1968年にスウェーデンのイエリバレでクルトベルグフォルスが設立したファーストフードチェーンである。2002年以来クルトの最年長の孫のリハルトベルグフォルスが社長を務めている。ルンドのマックスハンバーガーマックスは1980年代まではスウェーデン北部で最大のハンバーガーレストランのチェーン店ではあったがノールランド以外では ストックホルムのドロットニング型店一店舗があるのみであった。しかしマックスハンバーガーは1990年代と2000年代の間に全国規模のファストフードチェーン店になった。2005年の時点でマックスは約40軒のレストランと1軒のエクスプレス、レストランを出店していた。2005年にマックスは本社のあるルレオに街で4軒目の店舗となる。 マックスエクスプレスを開店した。これはマックスのレストランの中でも新しいタイプの店舗である。2005年から2010年にかけてマックスはスウェーデン西部への進出を計画しており、2007年にリアド、ドバイに続いてクウェートへの出店計画を発表した。マックスのイメージはスウェーデンらしさということに大いに追っているが、 それと同様に人種の多様性という特徴も持ち合わせている。店内ではスウェーデン語の歌詞のついたスウェーデンポップスのヒット曲のみが流され、広告の主体は子供だが、スウェーデンの伝統衣装を着た肌の色の異なる大人も起用されている。マックスは普通のハンバーガーだけでなく、デリフレッシュメニューのような健康志向の商品も用意している。 脂肪分4%から12.5%のハニで普通のハンバーガーと同じパンズと通常の具を使用している。自社ブランドのサラダドレッシングも販売しており大変人気がある。MAX はグリセミック指数が低いものやグルテンの入っていないメニューも用意している。MAX はほとんどの店舗で無料のコー無線ームを提供している。 1991年にマックスは、梅王と、ルレオでマクドナルドに競り勝ち、同社に勝った初のハンバーガーレストランとなった。マックスの人気のせいで、マクドナルドは2007年に、シェレフテオ、ピテオそして再度、ルレオから撤退しなければならなかった。市場調査会社の ISI ウィシング社が主催した、投票でマックスは4年間連続して、マクドナルドや、 バーガーキングに大差をつけて、全国展開するスウェーデンのファストフードチェーン店の中で最も顧客満足度の高い店に選ばれた。これは、マックスハンバーガーが典型的なファストフード店よりも、いくらか長い時間を要しても注文される前には、決して調理をしないという事実によるものかもしれない。DN マックスドエクスパンション FR マックスベルジェール。 ハットマックスウィナーオブザグレートハンバーガー王、マクドナルドフリーイングフロムノーザンスウェーデン、オフティングロデート、2007年11月23日。ありがとうございます。